428、前回の追加プレイしていきましょう。さて、次のポイントなんですけど、ここを見てればいいらしいんだけど、走ってるとこだもんね。多分ここだとは思うんだけど、これさ、大体さ、何時台みたいな感じで言ってくるからさ、わかりづらいんだよね。さて、もうちょっとしたら多分エコキッチが見えてきたね。右右バツ、右右バツ、これか。スペシャルエピソード。あ、ルミちゃん。何がスペシャルなんだかよくわからんが、娘についてあることないことを公表されるのはかなわん。終わり。と言いたいところだが、見事にこれを発見したキレイに対し、たったこれだけではいささか綺麗であろう。私の名前は工藤静雄。一人娘の名前はルミだ。僭越ながら、今日は、その娘のことについてちょっとだけ語ろうと思う。はっきり言ってルミは美しい。今日一緒に渋谷の街を歩いても、より一層その思いが強くなった。渋谷を歩くすべての女性たちがルミの引き立て役に見える。それほどルミの美しさは際立っていた。これほど美しい娘を持ってしまうと苦労も絶えなかった。何しろ、どこで悪い虫がつくかもわからない。もっとも、警察時代に培った技術を用いれば、ルミの日々の行動を把握するのは難しくなかった。気持ち悪い。少しでも危険な場所に出かけるときには、必ず尾行して遠くから見守る。仕事で尾行できないときは、非番の同僚を代わりに向かせた。お前、職権乱用だろう。数年前の夏のことだ。当時高校生だったルミが友達と花火大会に行くと言い出した。その花火大会は何万人もの人が訪れるため、あまりの人混みに尾行が失敗するかもしれない。そこで私はイベントの警備総責任者に立候補した。最高水準の警備計画を、策定し、当日は現場の葬式管に当たった。葬式に当たった。おかげでトラブル一つないイベントとなり、ルミの身の安全も完璧に守られた。警備の予算を大きくオーバーしてしまったが、ルミのためなら仕方がないことだろう。もちろん私の行動をやりすぎだと思う者もいるだろう。いるよ。俺だよ。そんな声に対して私は恥じることなく堂々と言わせてもらう。断じてやりすぎではない。ルミの美しさを前にしたら、まだまだ足りないくらいだ。私は別に親のひいき目に言ってるのではない。事実、ルミは緑山学院大学のミスキャンパスに選出されたこともある。これには私は何の手も打っていない。事前に根回しをしようとも思ったが、文部科学省にパイプがなくてできなかったのだ。あったらやったのかよ。とにかく私は全力で娘を大事にしてきた。妥協なく娘を愛してきた。それなのに、いつか巣立ってしまうことはまだ諦めがつく。問題は娘が見初めている男が刑事ということだ。これは盲点だった。ルミが刑事を好きになるなど考えてもいなかった。結婚相手には公務員を選ぶのはいい。しかし、同じ公務員でも刑事だけは認められない。もっとも、その決意も最近は少し揺らぎ出している。刑事という職業を長年やってきたせいで、ちょっとした表情の変化や言葉の端々でその人間の本当の気持ちを見抜くことができる。ルミの恋人への思いは本物だ。心から愛し、大切にしたいと思っているんだろう。おそらく、父である私よりも。ルミの選んだ男だ。きっとしっかりした男なんだろう。刑事という仕事には、どうしても引っかかるが、いつまでも娘を悲しい顔にさせておくわけにはいかない。ルミのことを思うなら、結婚は認めてやるべきなのだろう。だが私にも意地がある。ここまで結婚を反対してきたんだ。ポーズだけでも、刑事はダメだ、と言わせてもらう。もしそれで諦めるような男なら、それならそれでよしだ。ルミには私が選んだ刑事以外の立派な公務員を紹介しよう。あと10年後ぐらいに。まあまあ、親としては、あれか、気持ちとしてはわからんでもないけど。それは、どうだろう。よし、次。次はあれか、バッドエンドをやらないといけないんだよね。ミノリンの15時。これを伝えに戻ったらバッドエンドなんだよね。で、引き返そうで、やっといて、8編のバッドエンド、監視カメラのモニターの、ここだな。
これで、まっすぐにのやつは、これで、警戒するべきだ。これ動いてるな。これか。え、どっかに書いてあんのかな？これ、待ってないといけないやつか。どっか書いてある？いや、でも、徐々に下に動いてるから、多分、待ってれば出てくるんじゃないかなとは思うけど。出てくるか、これ。でもこれ、面白い発想だよね。なかなかさ、その、こうやって動かしてるのがさ、なんか、そういうのにつながると、あ、来た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 。エコ基地。そう考えると、ここに、まあ別に、番外というかさ、その、欄外のエコ基地だから別としてもさ、エコ基地が二人いることになるんだけど。てか、この、何、パスワード？あれなんだね、右と×しか出てこないんだね。まあ今んとこだけかもしれないけど。さてさてさて。遅い。めっちゃ遅いんだけど。サムズアップするならスピードアップをしてくれ。これどうなってる？×か。一番最初が×。違うな。矢印×か。これか。書き名前、あれか。ウェイトレスさんか。この名前に馴染みがなくとも、喫茶店ロードレックのウェイトレスといえばわかるかもしれない。彼女は緑山学院大学の法学部に在籍している。将来の夢はもちろん弁護士だ。司法試験改革で狭き門にも多少は広くなったが、それでも難関であることには変わりはない。ああ、ロースクールとかいろいろあるもんね。この大きな壁に挑戦するため、寝る間も惜しんで、勉強している。涼子の趣味は裁判の傍聴だ。東京メトロ、日比谷線の霞ヶ関駅まで赴き、その日に行われる法廷にフラッと入る。誤解を恐れずに言えば裁判は面白い。人間の愛憎と欲望のドラマがある。特に涼子のお気に入りは、第一般の、役割を果たす地裁だった。ところが、頻繁に傍聴しているうちに、涼子は別の目的が生まれるようになった。法廷内で気になる男性を発見したのである。声をかけてみたい。その人と話をしてみたい。しかしそれは叶わぬ望みだった。それでは、始めましょうか。甘く低いボイスが、涼子のハートを溶けさせる。被告人、前へ。涼子の意中の男性は裁判官だった。クールで澄んだ目つきには知性が、滲み溢れ、ワイルドな髪型からはタフな精神力が感じられる。もっと彼のそばに行きたい。傍聴席から裁判官席は遠すぎる。ああ、どうしたらもっと彼に近づけるの？いっそのこと、この手で罪を犯してしま、この手を罪で汚してしまおうか。そうすれば私は彼に面と向かって判決を言い渡してくれるのに。めちゃくちゃな妄想が浮かぶほど、涼子は彼に夢中になっていた。そんなある日のことだ。明るい柄のワンピースを着て、涼子は傍聴席に座っていた。いつもと違うイメージに気づいてくれるだろうか。似合わないと思われたらどうしよう。向こうから見られていると勝手に思い込むだけで、気分の盛り上がり方も違ってくる。あなたいつもいるわね。不意に数人の中年女性に声をかけられた。は？どの女性も派手な色に髪の毛を染めて、金色のネックレスや指輪をしている。趣味が悪いな。どなた様です？恐る恐る聞き返した。この間、あの方と目があったでしょ？は？とぼけないでよ。そういうの、きちんとしてくれないと困るんだけど、全く話の意味がわからない。あの、何を言ってるんですか？途端に中年女性たちの顔が厳しくなる。トップさんの了解が必要なのよ。そうしないと収拾がつかないでしょ？いや、話がよく見えないんですが、最初から説明してくれますか？中年女性たちは一斉にため息をついた。これだから素人は。仕方ないわよ。私たちも最初はそうだったんだから。しょうがない。説明してあげる。一人の中年女性が涼子の前に出た。
私たち追っかけなの。これから出てくる裁判官さんの。リョウコは目を丸くした。裁判官に追っかけいるなんて想像もしていなかった。だけど私たちが好き勝手やってたら、あの方に迷惑がかかるでしょ。だからあの方を応援するには決まりがあるの。他の中年女性たちが同時にうなずいた。そう、抜け駆けなし、差し入れなし、見るだけ、でもあまり目を合わせない。あの方を独り占めしない。皆で共有する。それくらいの折り機なの。あなたみたいな一匹がしゃしゃり出てくると迷惑なわけ。折り機一匹。専門用語のようだが、まるで意味がわからない。あなた話聞いてる？はい、すいません。言葉の意味がよくわからなくて。折り機は追っかけに力を入れていること。一匹は一般ピープルの役。パンピーじゃないんだ。はあ、わかりました。首をすくめながら答えた。それで私にどうしろと？あの方に色目を向けるなら、私たちの仲間に入りなさい。そんな。変な妄想を浮かべたりはしているが、リョウコは彼の姿を見ていれば満足だった。それに集団で膨張することこそ彼の迷惑になりそうな気がしてならない。私は遠慮しておきます。一人で彼のことを見つめていたいので。リョウコの言葉に中年女性たちは目を向いた。彼、聞きました？あの方のことを彼って。それは協定の第2条に抵触する恐れがあるわね。協定違反よ。罰則規定よ。入ってねえから。口々に騒ぎ出され、リョウコもカチンと来た。あなた方が勝手に作った協定なんか知りません。まあなんですって？リョウコと中年女性たちが騒ぎ始めると、職員や、係官たちが法廷に入ってきた。当然、リョウコたちのお目当ての裁判官もいる。しかし、両者の言い争いは終わるどころかエスカレートするばかりだった。静かにしなさい。退出させますよ。裁判官の声も耳に届かない。追っかけの是非に始まり、世代ギャップ、生き方、学歴、世相、景気動向まで話は飛躍していく。全くもって不毛な議論である。もう彼に白黒つけてもらいましょうよ。とうとう涼子は頭に来て叫んだ。と中年女性たちはあっけに取られる。ここは法廷です。私とあなたたちのどっちが正しいか、彼に審判してもらえばいいんです。涼子は、傍聴席の最前列に駆け寄った。あの人たちの方がおかしいですよね。公平な裁判、判断をしてください。おばさんたちもやり返す。この小娘の抜け駆けが悪いんですよね。私たちは悪くないですよね。裁判官の沈黙に涼子たちは息を呑む。どっちも悪い。きっぱりと言われると、涼子たちは同時に歓喜の声を上げた。キャー、もっともっと言ってくる。やだな、これ。お願いします。審議を続けてください。あなたたち、いい加減にしなさい。さらに裁判官は声を荒げた。キャー。しかし、涼子たちは喜ぶばかりである。いい加減にしろって言ってるだろう。とうとう裁判官が切れた。いきなり手にしていたものを投げつける。分厚い塊が六方全書か。すかさず涼子と中年女性たちは、先を争うように手を伸ばす。タッチの差で掴んだのは涼子だった。いただきます。勝ち誇った顔をすると、法廷をダッシュで飛び出した。背中越しに中年女性たちの悔しそうな声が聞こえる。涼子は嬉しそうに彼の投げたものを抱きしめた。それこそが今、彼女が愛用している六方全書なのである。その、ギターのピック投げんのとは違うんだからさ。面白いな、人の人生って。もう、なんなんだろうな。みのりんの、これか。これだ、あ、違う。ちょっと待って。間違えた。まあ、いっか。とりあえず、これで、行った方が早いな。で、忘れていたものはしょうがないと。それでいいのかみたいなところはあるけどね、正直。次これか。気だるい疲労感。これなぁ。でも実際尊敬してる人で目標としてた人がさ、こうなったらさ、なんか、こういう気持ちにもなるんだろうな。派手にて、ほんとこいつバカだよな。で、これも、ほっといてもいいのか。
どの辺だ。もうちょっと後かな。あれだよね、タクシー乗ってるとこだよね。もっといい武器あるんじゃないかでさ、お、なるほどなってなってさ、行くのもすごいよね。こう持ちやすいっていうか、ように巻いてんだよね、ビニテ。うん、ささくれ刺さっちゃうもんな。そういうとこ気にしてんだな。君ちゃん。あ、ここ動いてるから、ここか。適当になんか入れてみてもいいけどな。でも、6桁 ?6 桁っていうか、6桁か。例えば、右、バス、右バス、右バスみたいな。さすがに無理か。あ、他のやつ、他の、あれなんだね、その、コマンドとか打ち込んでもやっぱダメなんだ。さっきのやつ打ち込んでみたけど、ダメなんだね、これ。そらそうだわな。右バツ、右右バツバツとか。あと誰だ?何々編やってない系の人で言うと、遠山と、ちーちゃんか、千秋か。ぐらいか。ぐらいか?ぐらいかな。お、徐々に出てきた。めっちゃかかるもんな。こんなん、この時間普通に待つわけないもんね。なんかでも、まあでもそっか、普通にこういう写真の中にさ、薄く隠すとかさ、そんなんよりは、あれなのか。まあ、確かにな、こういうとこ、徐々にさ、その、絵を動かす意味って何なんだろうとは、思ってはいたけどさ、まさかだよね。まさかそういうことをしてくるとは思わないもんな。右バツ、右バツバツ、ま、と。あ、ちいちゃんだ。きらびやかに照らされた看板の下には入り口へと続く階段が地下へ向かって伸びている。あ、ごめん。ごめん。間違えた。罰押しちゃった。あれ?ちょっと待って。あれ?ああ、そうか。これ。そういうことか。あっちで見ないといけないのか。ボーナスコンテンツの、ちーちゃんの話から見ないといけないのか。スペシャルエピソード、あ、そうだよな。11問あって、だから、そういうことになるのか。きらびやかに照らされた看板の下には入り口へと続く階段が地下に向かって伸びている。私の足は階段の前で止まっていた。やっぱり断ればよかったな。いや、無理だ。断るなんてできるわけがない。お金も仕事もなく、国民生活を続けていた私には皆さんがチャンスをくれたのだ。月刊噂の大賞の1ページを任された以上、期待に応えるように仕事をしたい。しなければならない。けど、数時間前のことだ。今、中高年に大受けな店があるらしい。そこに取材をしてこい。ミノさんに頼まれた時には思わずドキリとした。おじさんにお受けってまさかエッチなところじゃ。月刊噂の大賞の中心読者層はおじさん世代だ。その手のエッチな記事も扱っている。しかしエッチな店の取材なら男の人が行った方がいいはずだ。いや、お前が考えているような店じゃない。実際女性の入店だって OK だ。どんな店なんですか?私が聞くとミノさんは咳払いをした。何やら叱ってくれるらしい。叱ってくれる?お金払ってわざわざ怒られるんですか?そうだ。何のために?それを調べに取材に行くんだろう。アポは取ってやるからさっさと行ってこい。ミノさんの怒鳴り声に背中を押され、私はとりあえず店の前までやってきた。仕方なく恐る恐る階段を降りる。私は仕事のために誰かに怒られているので、
仕事のたびに誰かに怒られているので、わざわざお金を払って叱ってもらいたい人の気持ちなんてわからない。突き当たりのドアを開けると、いきなり女性の怒号が耳に飛び込んできた。店のボーイに取材のことを話すと、入り口脇の待合室に案内された。待合室には従業員の女性がいて、待っているお客さんたちを睨みつけていた。なんでこの店員さんは怒ってるんですか？ボーイに小声で聞いた。あ、これは無料サービスなんです。明るい声で即答された。女性は時々と舌打ちをしている。それを聞いた隣のおじさんは、はにかみながら下を向いていた。気持ち悪い。なんで嬉しそうなのか全く意味がわからない。怖い、嫌な気持ち悪い。できることなら早く帰ってしまいたい。でもお金が欲しい。何より皆さんの手前、きちんと取材をしなきゃならない。磯千秋様、お席のご用意ができました。ご案内いたします。はい、よろしくお願いします。思わず声が上ずってしまった。その場からぎくしゃくと歩き出す。ソファーで睨みつけていた女性は、私に向かって3回も舌打ちをした。連れてこられた個室は3畳くらいの畳部屋だった。それではごゆっくりどうぞ。正座をしたままお待ちください。言われるままに正座をした。逆らったら暴飲にも怒られそうな気がしたのである。緊張しながら待っていると、隣の部屋から声が聞こえてきた。おじさんと女性が興奮した様子で話している。片付けない。本当に反省してんの、このダメ人間。片付けない、片付けない。何なのこのやりとり。なんでこんなことが楽しいんだろう。ずいぶん余裕ね。気がつくと個室の中に誰かが入ってきていた。珍しく女が来ているって聞いたけど、取材だって？はい。あなたは叱られるって意味わかってる？私の部屋にやってきたお姉さんはいかにも秘書といういでたちだった。人を見下すような視線をしながら、彼女は私の目の前で仁王立ちをした。私は正座をしたまま彼女を見上げるしかなかった。誰か見ていいって言ったのよ。すいません、SM じゃないのそれ。慌てて視線をそらした。どこ見てる？人の顔を見て話をしろ。理不尽な切れ方ってイライラしない？見るなと言ったり、ちゃんと見ろって言ったり、めちゃくちゃだ。とにかく早く時間が経ってほしい。私は身を小さくしてひたすら願った。彼女は失望したように深いため息をついた。わざわざ叱られる意味がわからない。そんな記事を書くつもり？いえ、決してそういうつもりじゃ。嘘をつくな。思い切り怒られた。だったら何？違うの？どうなの？答えなさい。ひぃ。もうやだ。帰りたい。正座をしたお尻にじんわりと汗が滲んでくる。どうしてそんなに卑屈なの？そうやって生まれてから今までごまかし続けながら生きてきたのよ。だからそんなに叱られるんじゃないの？ぐさりと胸を貫かれたようだった。私が抱えた心の問題を的確に指摘された気がした。思えば、ごまかしばかりの人生だった。小学校時代、逆上がりができるようになるまで返さないと先生に言われた時、私はただ鉄棒を握ってぼーっと夕焼けを眺めていただけ。高校受験の時も電車の都合で第一志望への受験開始の時間に間に合わなくて、そのまま諦めた。今だってそうだ。お金がなくてひもじい時は自分で仕事を取ろうとせず、布団に潜り込んで静かにじっとしている。私はダメだ。本当にダメ人間だ。いや、ダメ人間なんて生ぬるい。ダメダメダメ人間だ。いつの間にか私の目には涙が溢れていた。何それ、泣けばいいと思ってんの？そんなんだから女は涙を武器にするって男に呆れられるのよ。謝りなさい。すべての女性に謝るのよ。ほら、早く。ごめんなさい。涙と共に感情が溢れて止まらない。誠意がこもってない。もっと大きな声で謝るの。ごめんなさい。その時だ。個室のドアのところに人が集まってくる、いることに気がついた。私を案内してくれたボーイさんや、働くお姉さんたち、さらには、他のお客さんたちまでいた。なんで？みんなと目が合うと、一斉に温かい拍手が起こった。え？実に見事な叱られっぷりだ。え？意味がよくわからなかった。だが拍手はいつまで経っても収まらなかった。何遊びしてんのよ。拍手をもらったくらいでいい気になるんじゃないわよ。はい。私が小さな悲鳴を上げると、ギャラリーたちは簡単な声を上げた。その声が気に食わないのか、お姉さんのお叱りは、さらにヒートアップする。結局私は通常の2倍もの時間を怒られた。叱られた。店側の計らいだった。計らい？正直早く帰りたかったの、帰りたくて仕方なかったのに。千秋遅い、何やってんだ。ふらふらになりながら店を出ると、ミノさんが入り口で待っていた。予定の時刻よりもあまりに遅いので、わざわざ迎えに来てくれたらしい。連絡しなかったことを謝って、事情を話したところ、納得してもらった。それで、どうだったんだよ、取材は。はい、いっぱい拍手してもらいました。お前は何を取材していたんだ、と、ミノさんにもこっぴどく叱られた。成功すんのかな、この子。なんか、ミノさんは育てないらしいけど。はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。